ねえ、ちょっとお尋ねしますが。はいはい、何でしょうか？吉田茂と。はい、吉田茂と。ジョン・F・ケネディは会ったことがあると思いますか？あるでしょ、会ったことあると思いますよ。おお、見事、正解です。まあ、そういう思わせぶりな聞き方をするってことは、会ったことあるんだなって思いますよ。見透かされていましたね。結論を言うと吉田さんは、昭和37年5月にホワイトハウスでケネディ大統領に会っているわ。昭和37年だから1962年。今からちょうど60年前だね。手袋持ってるのがいかにも吉田さんらしい。それで、二人はどんな会話を交わしたの？こんな感じ。あなたのお父さんはよく知ってるけれども、君は知らない。え、どういうこと？吉田さんとケネディのお父さんは知り合いなの。ジョンの父ジョセフは、吉田さんと同じ時期に駐英大使をしていたの。ああ、そうなんだ。それでジョセフ・ケネディのことは知っていたけど、次男坊ジョンのことまでは知らなかったわけね。それで、ケネディ大統領はどんな反応をしたの？自分も知らない。何それ？聞いての通り、大統領も当時吉田大使を知らなかったってこと。最初の挨拶は、そんな感じだったとして、会談の中身はどんなだったの？吉田さんの著作世界と日本ではこんな感じ。自由への新しい脅威は、ベルリンにおいてよりも、東南アジアその他の後進未開発地域において大きい。ヨーロッパよりも東南アジアでの共産主義の台頭が懸念されるって話だな。その後のベトナム戦争を予知するような発言ね。そして中でも東南アジアについては、中共の呵責なき膨張政策に特に注意を喚起し、これが対応策において日本の役割に対する期待を表明された。まあ、具体的な要求はないけど、日本もアジアで共産勢力封じ込めに頑張ってくれってことだな。反響ということでは、人後に落ちない吉田さんとしては、我が意を得たりというところじゃない。でしょうね。私は、最初、吉田さんは、ケネディに不安を感じていたんじゃないかと思うわ。だって、ケネディは自分の息子ケンイチや娘和子より若いのよ。政治キャリアも一上院議員に過ぎない。そんな若手政治家が大統領になったんだから。副大統領から昇格したトルーマン、ヨーロッパ解放の英雄、アイゼンハワーとは違って、未知数のニューカマーだよな。不安を感じるのが自然。それに単に若いから不安というだけでなく、吉田さんの表現で言えば大共産国態度が、甘くなるのではないかと懸念していたように思えるわ。ケネディ政権は共産陣営との対決を恐れないが、対話も拒まないというスタンスだったから。吉田さんがよく知ってるとにかく封じ込めろの反共投資ダレスから見たら、生ぬるいだろうね。吉田さんは政権発足以来ケネディ外交に注意を払ってきたというけど、人間は公事に接すれば油断軽心するのが常。ケネディが、共産陣営の巧妙な平和構成に騙されないか、不安を抱きつつ、注視していたというのが本当だと思うの。だけど、対談でケネディが共産陣営を十分に警戒し、ダレスと同様、安易な融和策は取らない姿勢を確認できて、安堵したと思うわ。ケネディもそう甘ちゃんじゃない。ケネディとの会談を終えると吉田さんは、ブラジルを訪問。83歳でご苦労様だな。さらにヨーロッパを巡り、6月6日に帰国しているわ。それから約4ヶ月、10月にあのキューバ危機が発生するの。ソ連がキューバに核ミサイルを持ち込もうとして、米ソ全面戦争の危険が高まった事件だな。整備が進むキューバのミサイル基地、キューバに向かうソ連船団、ミサイル積んでたら、やばい。10月22日、ケネディは、国民に海上封鎖について説明するわ。ソ連船が封鎖を突破しキューバへ向かおうとすれば、撃沈せざるを得ない。自国の船を撃沈されれば、ソ連は反撃するかもしれない。キューバにすでに使用可能なミサイルがあれば、米本土を核攻撃。なければ、西ヨーロッパ諸国を攻撃するかもしれない。極東から日本も狙われる可能性がある。だけど、ギリギリのタイミングでソ連戦団は反転、人類の破滅は避けられた。際どいところだったな。吉田さんは、この時のケネディを高く評価しているんだけど、評価のポイントはちょっとユニークで、ケネディが同盟国の同意を取り付けず海上封鎖に踏み切ったことを褒めているの。え、同盟国の同意を取り付けなかったことを褒めてるの？そうなの。世界と日本によると、私が特に注意を引かれたことは、場合によっては同盟諸国を、いや、同盟諸国のみならず世界の国々を、核戦争に引き込みかねない軍事行動であったにかかわらず、これに踏み切るにあたって、アメリカが特に UFO の事前了解を取ることなく、
大事の決定を事後承諾の形で通告した点である。少し解説を加えるけど、ヨーロッパ、特に英国ではアメリカの強硬な対応に、懐疑的な反応があったわ。吉田さんの第二の故郷、大英帝国で、そんなことが。エコノミストマンチェスターガーディアンがアメリカの強硬策に批判的な記事を掲載。哲学者アルフレッド・エイヤー、歴史家 AJP ・テイラーなどが中立を主張。地の巨人バートランド・ラッセルも狂気の沙汰と猛烈に批判。ラッセル卿は平常運転って感じだけどな。首相マクミランは、ケネディにこう伝えているわ。ヨーロッパ人は核兵器の下で生活するのにもうすっかり慣れてしまっているので、その問題で大騒ぎが起こっているのを不審がっているほどだから、ヨーロッパの世論には考慮を払う必要がある。マクミランは保守党党首。偉大な先輩チャーチルとは違って、ちょっととぼけたソフトなタイプ。だから、やんわり伝えているけど、アメリカがソ連のミサイルから自国の安全を守るために、すでにソ連のミサイルの射程圏に入っている同盟国を巻き込んで、世界戦争の危険を冒すような果断な措置を取ることへの懸念があることを伝えているわけ。やはり英国民は冷静だな。もうヨーロッパでは東西両陣営がお互い核ミサイルの的になった状態で暮らしているのに、アメリカだけの安全を守るため自分たちが戦争に巻き込まれたら割に合わないものな。国連でもっと慎重に交渉してほしいとも思うだろう。そう、仮に交渉が不調に終わりキューバのミサイル基地が完成してしまっても、アメリカ国民も核ミサイルの脅威を我慢すべき、自分たちが我慢しているんだから。そう考えるのもわかるでしょ。ヨーロッパから見れば、ケネディの対応は、アメリカのエゴによる暴走にも見えるわけだ。そうなのよね。しかし、吉田さんはこのあたりの事情に関し、アメリカは独断で振る舞う権利があると考えているわ。ほう、どういう論理でそうなるのかな。こういう論理です。アメリカはいかなる場合も、自国の力を頼む以外に、最終的に頼むものを全く持たぬ。アメリカ自身にとっては、いかなる場合にも最後に期待し、最後に依頼すべき第三の力を全く持たない。自分自身を頼る以外に道はないのである。ふむ、なるほど同盟諸国には後ろ盾として、アメリカが存在するが、アメリカの後ろにはもうアメリカが控えてはいないということか。そう、アメリカを守るものは、ただアメリカ自身しかいない。確かにそうだ。だから、アメリカがアメリカ防衛のために、くたる同盟国の意向にとらわれることなく、果断の措置を取ることも肯定されるべき、となるわけ。なんだかアメリカが対応、同盟国は惑星って、感じだな。まあ、いろいろ議論はあると思うけど、吉田さんらしい、割り切った考え方だよ。もっとも、この世界観もアメリカが圧倒的な国力を持っていた60年代前半だから成り立ったもので、そうだな、次の大統領の時には、自由世界のリーダーとしては、怪しくなっていて、合衆国大統領が北京にまで出向いて共産勢力と握手するしな。話を元に戻すけど、ケネディは吉田さんが考えるアメリカの指導者にふさわしい行動を見せたわけ。吉田さんとしては一安心だな。そうなんだけれど、ほどなく、あの日がやってくるわ。1963年11月22日。日本では、11月21日が第30回総選挙の投票日。吉田さんは出馬を見送り政界引退を決めていたわ。今まで、ご苦労様でした。選挙期間中は、各地の自民候補の応援に出かけ、やっと休めると思っていた矢先に悲報が届いた。日本からは池田総理、大平外相が渡米。大統領の葬儀に参列したわ。そして、12月、吉田さんたちが発起人となって、ケネディ大統領を追悼する国民大会を開催。後日、吉田さんは、ケネディを回想して、かわいそうなことをした。人の運命ほど、わからぬものはない。あった感じでは、父親の方は真面目一方という人だったが、大統領は父親よりもよほど偉い人間だと思った。そう語っているわ。マッカーサー、アイゼンハワー、チャーチル、ドゴール、アデナウアー。数多くの指導者を見てきた吉田さんから見ても、ケネディには輝くものがあったんだろうな。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。